郷義友さん、アメリカで大暴れ。米独立アトランティックリーグのスタテンアイランドでプレーする筒香嘉智外野手、31、が5日、日本時間6日、3号本塁打を放ったランカスター戦に3番左翼で出場し、4回1試走者なしの第2打席で右中間エミル弾の3本目となるソロ本塁打、3打数1安打、1打点1得点でチームの4-0の勝利に貢献した。1日、同2日にスタテンアイランドに入団し、ここまで5試合に出場、打率3割8分9厘、3本塁打、6打点としている。31のおっさんなんかメジャーはもういらんだろうし、ここで骨埋めるのかな。独立リーグって日本のプロ野球2分とどっちがレベル高いの？平均だと日本じゃね、下の方だとわからんけど。日本でやれよ。古巣のファーストを強打が守る緊急事態なのに。やべえな草。マジでなんで LPD 戻らないんや。アメリカで生涯を終えるつもりなんか。ここまでアメリカにしがみつく必要あるのかは置いといて、すぐ逃げ帰ってくる連中よりは好感持てる。横浜には行かなそう。変に質高いからパの野球も見たいとかで、ソフトバンクとか楽天行きそう。もうメジャー昇格とかそういうことは考えてないんやろ。金は十分にあるんだから、好きな野球を楽しんでいるんやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。